さらに当たり人気ですね。バブバみたいな。そう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 。クリアされだいたい1万円以下ぐらいで、ブランドになりますね。こんばんは。クシャンとマオです。よろしくお願いします。本日は2021年春に向けて購入したものを紹介します。クシャンがボトムス2点、トップスが1点、でアウターが1点ですね。はい、で僕が、トップスが1点ですので、計5点ご紹介をさせていただきます。ほぼ僕です。そうです。僕1個しか買わなかったです。まあまあ、まず初めにお伝えしたいんですけども、はい、特にこの春トレンドですとか、そういったアイテムは一切購入しておりません。トレンドを追いかけるのもね、悪くはないんですけども、シーズンを追いかけると言いましょうか。はい、トレンドを追うより季節を追った方が長く着用できるかと思います。季節感ってすごい重要ですもんね、はい、そうですね、はい、まあ、トレンドでなくても季節を追ったものでしたらもう十分おしゃれ、おしゃれっていうのもどうかと思いますけど、はいはい、心地よくね、かっこよく着れると思います。心地よく、はい、トレンドものだと昨今のトレンドのスピードから言えば、まあ、来年にはちょっと着用できなくなっている可能性もございますよね、うん、まあ、私個人の考えではありますけども、まあ、30歳間近、はい、そのあたりぐらいから、まあ、毎シーズン、まあ、トレンドを追うのもちょっと大変になってくるじゃないですか。ご結婚とかされていたら、はい、あの服にお金をかける余裕もなくなってくるかもしれないし、あとはまあトレンドを常に取り入れるっていうね、熱量みたいなのもねなくなってくるかもしれませんし、もちろん人にもよりますけども、はい、まあ、ですのでトレンドをより季節感を持ってなるべく飽きにくい、まあ、トレンドに左右されにくいものを購入することを我々としてはね提案していきたいなと思っております、はい、まあ、来年も再来年も着たいなと思える服を購入するように心がけております、まあ、もちろん秋は必ず来ますし、はい、トレンド自体は否定しているわけではございません。しかし、まあ、秋とかトレンドのサイクルはまあ緩やかな方がいいですよね、うん、まあ、なるべくなんか長く着たいじゃないですか、はい、まあ、特に春とかって、まあ、短いじゃないですか。あ、なんで、まあ、春物を着る期間ってそんなに長くありませんし、うんうん、なるべく来年再来年も着れた方が嬉しいですよね、うん、では前置きはちょっとこの辺にして、昔からある定番のものばかり購入してますので紹介していきたいと思います、はい、では私からいきますね、はい、春に向けて購入したものの一つ目のアイテムは、はい、ラコステの長袖ポロシャツです、はい、まあ、L1312 という定番のモデルですね。このチャンネルをねちょっと昔から見ていただいている方だったら、はい、何回ラコステ購入してるねってちょっと、うん、僕も思いました、はい、思われるかもしれませんね。半袖を含めれば多分9着目ぐらいのラコステのポロシャツです、はい、まあ、これはもう何年も前からねずっと少しずつ色違いを集めております。やっぱり昔の写真とかもう何年も前の写真とか見ても僕ラコステのポロシャツ着てるんですよ。確かにで今回購入したお色はブラックですね。ちょっと着てみますね。着てみるとこんな感じです、はい、身長170センチ体重61キロなんですけども、サイズは3というサイズを着ております。ちなみになんですけど、あの、はい、黒のアイテムって一つも持ってなかったんですよ。黒はなんか私なんとなくちょっと合わないなっていう感じがしていたんですけど、まあラコステのポロシャツはちょっと別ですね。例えばこの黒の T シャツとか、はい、黒のシャツとかだったらなんかかっこよすぎません？そうですね、かっこよすぎるというか、黒のシャツはちょっとあの悪い感じが悪い感じもしますよね。ただラコステのポロシャツはなんか少しダサい感じだからこそ、はい、なんかちょっとちょうどいいと言いますか、はい、まあ、ダサかっこいいってやつですね。そうなんですよ、はい、なんか黒にしても、うん、その締まりすぎないというか、うん、ちょっとまだ間抜けな感じがあるっていう感じがちょっといいですよね、うん、黒でも決めすぎてない感じ、ね、そうなんですよ、はい、あとねこの経年変化が出てきて、はい、まあ、色褪せてチャコールに近い黒になっていくのかなともちょっと思いますね。それも魅力的ですよね、まあ、今まだ寒いですけど、はい、もう少し暖かくなれば、これになんかグレーのね、うん、ジョンスメドレーのカーディガンとか かけたりとかね。ああ、いいですね。プロデューサー巻きってプロデューサー巻きして、はい、まあ、あと羽織ったりとか、ね、はい、して走っていきたいなと思っております。はい、春に向けて購入したもの2点目はこちらです。バラクータの G9 ですね。いわゆるハリントンジャケットとかスイングトップと呼ばれているものですね。この赤いターダちょっと見てください、はい、ダサすぎませんダサすぎではないですよ。最高ですよね、はい、女子受けめっちゃ悪いですよ。女子受けは良くなさそう。シルエットと色といいこちらはね半世紀以上にわたって愛され続けている、いわゆるジャンパーブルゾンとかのねもう原型となったモデルですね。これが元祖と言われております。ちょっと着てみていいですか。はい、はい、着てみるとこんな感じですね。めちゃめちゃ合ってますね。あ、本当ですか。この黒のポロシャツに、まあ、はい、相性いいですね。まあ何色でもネイビーとか白とかでもねいいと思います。めっちゃおじさんですね。そうですね、最高ですねこれ。おじいちゃんっぽいね。このパートナーに着てこないでって言われるかもしれない着ること禁じられる系のジャケットですね、はい、いやかっこいい。サイズは、はい、36っていう、まあ、結構ちっちゃめですね。 S とかですか
ね。そうですね、まあ、おそらく向こうの XS ぐらいだと思います、うん、日本であと S ぐらいですかね、まあ、僕バブアーも36着てるんで、はい、あと38も着てるんですけど、まあ、36がジャストですね。まあ、正直助手系悪かったりおじさん臭いアイテムではあるんですけども、やっぱりなんかこれはもう僕の中なんですけども、はい、これを着こなしてこそかっこいい大人っていうのが、なんか昔からあって、往年のね、スターたちが着てきたアイテムじゃないですか、はい、これを買ってやっぱり大人になったなっていう感じはありますね。ずっと憧れていたアイテムでございます。ちなみにこちらは古着のものなんですけども、はい、バラクータはちょっとタグとかディティールがそこまで変化していないので、うん、細かな年代判別っていうのはちょっと僕にとってはかなり難しいメーカーですね。おそらく70年代後半から80年代あたりかなと思います、まあ、間違ってたらちょっとすみません、はいはい、でもすごい状態良くないですか？めちゃめちゃ状態いいなと昔のものなのに思いました、はい、現行のものだと、はい、レギュラーフィットとアーカイブフィットっていうこの2つのシルエットが展開されてるんですけども、レギュラーフィットは若干細めですね、はい、まあ今っぽいモダンナイズされた綺麗なシルエットになっています。でアーカイブフィットは昔のものを元に復刻されたシルエットになっております。まあバブアのスリムフィットと、はい、クラシックフィットみたいな感じですね。でこのレギュラーフィットっていうのが、まあ、最も定番で人気のあるフィットですね。ちょっとそれも試着したんですけども、ちょっとこの辺が窮屈に感じたんで、それが38だったんですけど、これ36なんですけど、はい、38着てもちょっとこの辺が窮屈で、ちょっとアームホールとかも細くて、はい、ワンサイズ上げたら上げたでちょっと着丈が長くなっちゃって、はい、ちょっと自分にはあまり合わなかったのでこちらの古着のものにしました。まあアーカイブフィットでもよかったんですけども、現行のものはそのレギュラーフィットもアーカイブフィットもコットン50、ポリ50の綿ポリなんですよ、はい、でもこの昔のものはコットン 100% で、ちょっとこの風合いが、まあ、個人的な好みなんですけどもいいなと思って、この昔のものにしました。普通にかっこよくないですか？かっこいいです。助手受けがっていう話で言うとちょっとかもしれないですけどそんな気にしないですもんね。そうですね、うちのチャンネルは、はい、もしかしたらもう来年再来年あたり人気出てね、はい、うんうん、バブアみたいな感じで、そうバブアも最初助手受け悪かったじゃないですか、うん、そうですね、もう5年前6年前に来てた時とか、そうなんですよ、もう禁じられてましたもん、ね、来ることを、それもう着ないでみたいなね、なんか油やばいし臭いしみたいな、うん、今そんなことを言う人あんまりないですもんね。だからこれもね、なんか流れが来れば結局そういうものだと思うんで、なんかあんま気にしなくていいと思います。そうですね、はい、経年変化委員会から発信していきましょう、そういう文化を。無理かこれなんとか効果でしたっけ、名前忘れてたんですけど、なんとか効果、須田まさき効果じゃないですか、須田まさきが来たもの。ああ違う違う、そういう話じゃなくて20年30年残ってるものって今後も残っていく可能性が非常に高いっていう現象なんですけど、うん、はい、まあ当たり前ですよ、はいはい、作っては潰れ作っては潰れの、はい、インフルエンサーブランドとは違って、まあ、今後もだからずっと残っていく可能性が高いっていうことですよね、うん、もちろん絶対ではないですけど、はい、だからもう半世紀以上前に作られてずっと愛されてきたものなんで、まあ、今後も愛され続けるっていうことですよね。秋とかねトレンド流れみたいなのあるとはいえ来年も再来年も着ていけるようなものなのかなと思います。もちろん現行のねインラインのものもかっこいいんで、そちらもぜひおすすめです。春に向けて購入したもの、続いてはボトムスです。2点ですね、一気に紹介してしまいます。どちらもリーバイスの519というモデルです。で519は定番の501より少しだけ細いモデルとなっております、はい、どっちもまあ古着で、まあ、珍しいものではなくて、まあ、お値段も今のところお安めです。古着屋さんでだいたい1万円以下ぐらいでは購入できるかなと、はい、思いますね、まあ、こちらは、ライトブラウンですね、色は、はい、で細うねのコーディロイですね、まあ、生地が薄くて細うねなんで春夏に着用できるコーディロイかなと思います。ちょっとこれも履いてみていいですか？はい、はいはい、履いてみるとこんな感じですね、はい、普通になんか合ってますね合ってますね。なんかまあ茶色でよりおじさん臭くはなりましたけど、はい、この黒のポロシャツとすごい相性良くないですか？そうですね、かっこいい、かっこいいですね。黒と茶色っていうのは相性がいいですね、やっぱり。うん渋いっすまあでも普通のズボンっていう感じですね、シルエットは、はい、もうちょっと細身の、はいはい、普通のズボンっていう感じですね。履き心地もやっぱりいいですね、そのジーンズに比べて生地が柔らかいんで、まあ、最近ちょっと太いズボンが流行ってるんで、はい、まあ、こういった細いズボン、うん、ね、逆にいいんじゃないかなと思います。細すぎず、そうなんです、まあね、細いんですけど細すぎない、細すぎない感じですね。ほんと501の今の501よりちょっとだけ細い感じですね、うん、でこの519はちなみに YouTube もやられている、はい、BEAMS の大島匠さん、はい、匠クロージングチャンネルの大島匠さん、あ、そうです、そうです、はい、が履かれていて、ちょっと影響を受けて、はい、購入しました。なんかだいぶ前にもアローズの鴨志田さんってわかります？はちょっとわからないですね。今いらっしゃるんですが、すごいおしゃれの大御所さんが、はいはい、何かのネット記事か何かで紹介されていて、はい、気になってはいたんですけども、はい、でもそれがちょっと519なのか910なのか800なのか、はい、ちょ
ちょっと忘れたんですけど、まあ似たようなものですね、どれも。でこちらは同じく、はい、519のオフシロのピケという素材のものですね、はい、ピケ素材ですね。可愛い名前ですね。ね、コーデュロイみたいな畝が入っていて、コーデュロイとは違うんですか？違います。あの起毛はされてないですね。コーデュロイは起毛されてるじゃないですか、はい、こちら起毛されてないですね。こっちはアメリカ製見えるかな。こっちは80年代のアメリカ製なんですけども、はい、こっちは90年代の日本製となっております、はい、なのでまあ全然お安くで購入できるんですけども、まあでもこれ本当あの真っ白じゃないんで、そうですね、はい、本当に使いやすいですね、はい、春夏はすごい使い勝手がいいと思います。冬でもねあの結構入ってたんですけど、はい、まあ全然重くなりがちなんですけど言って、まあ、こういう明るい色のパンツを履くと印象もすごい良くなるなと思います。履いてみるとこんな感じですね、はい、黒に白っていうね、はい、いいですね。ちょっとキザな、ちょっとキザな感じは、まあ、ね、これは上がちょっと黒のポロシャツなんで、はい、もうちょっとなんかね普通のなんだろう、まあなんかネイビーとかだったらもうちょいなんか、ああ合うかもしれないですね。ネイビーとかもした方がいいですね、上が。確かに。あとまあこの白すぎないのがいい ね、真っ白じゃないっていうのがいいですよね。白すぎないからちょっとキザすぎない感じ。そう見えますね。はい、私の購入品紹介は以上です。はい、はい、じゃあ次はもう、はい、ようやく僕のターンですね、はい、僕が購入したのはこちらです。ダルチザンのデニムシャツです。はい、はい、ちょっとこれ別の動画でも紹介する動画を上げているんですが、なんといってもこの分厚さですよね。いやすごいですね、はい、14オンスのデニム生地を使って作っております。もうジャケット並みですよね。いやもうこれちょっとしたデニムジャケットみたいなぐらいの、うんうんうん、まあ、重厚感ですね。すごい、はい、色落ちも全くしない状態なんですね。色落ちこれもう2週間ぐらいなんですけど、若干肘のあたりに、うん、まあ、色落ちが出てきたかなっていうぐらいですね。あ、今頑張って育ててるんですね。頑張ってあのほぼ毎日在宅勤務中ずっと着てやってます、うん、ちょっと着てみようと思います。はい、はい、着てみました。いいですね。サイズがですね同じ色ですね。そうですね、まさ僕基本ジーンズしか履かないのでちょっと毎日スギちゃんスタイルになっちゃうんですけどボトムスもいろんなの履いていこうかなと思います。さっきクシャンが紹介してた519でしたっけ、あとかね、コーディネートとかいいですね。かっこよさそうですよね、うん、サイズがですね身長173センチ、65キロで42、まあ、XL ですね、を着ています。こんな感じで丈がそんなに長くなくていいですね、はい、そうですね。シャツ出しても大丈夫ですし、まあ、シャツインしても、うん、まあ、いいかなっていう、いい、シャツ出してでも気持ち悪くないっていうサイズ感ですよね。確かにちょうどいいサイズ感ですね。いや、やっぱこうすごい守られてる感じがすごいです動きにくそうではあるけどこれがでもやっぱりあの、うん、デニム好き、ジーンズ好きにはもうたまらない、うん、ここ着ていくうちに、まあ、柔らかくなって、はい、そうですね、色落ちもしてきて、もう最初とかこう腕動かすのがもう窮屈でしょうがなかったんですけど、だんだんここシワがついてきて、なんかもうあと全自動で、はいはいはい、ちょっと何言ってるか分かんないですね曲げたらあともう全自動でこう、はい、まあ、真央くんの一着に育ってきてるって感じですね、はい、そうですね、真央が2週間ですけど、はい、ライダースみたいな感じです。自分だけのものを育ててる、ちょっと楽しみですね、はい、そうですね。まだ2週間ぐらいなんですけど、ワンウォッシュは半年後くらいかなって。半年間洗わない、はい、半年間洗わずに頑張って、うん、毎日着て、うん、ちょっと経年変化どんな風になるかをお届けできればと思ってます。以上、春に向けて購入したものの紹介でした。このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。